橘。 なんでここに？ 警察が調べ尽くした現場です。 もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。 わかっている。 うちの情報網を使ってクゼを洗いました。 もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、 ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。 ですが、クゼの周りにそういう動きはありませんでした。 どういうことだ？ つまり、あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は、おそらくクゼじゃありません。他にいます。何？ 今、私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ。ですがご心配なく、 私は神室町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまで、もう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってたかな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。え？わけあってまだ接触はできていません。 ですが、その人物を内側を抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。 無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ？一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら、 私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。
ってけ。ああ、なんなんだ。
夜明けだ。キリュウは立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ。親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱりキリュウは始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、では。構いませんよね。クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろ。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出した。